こんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV 第2部が始まります。 MC の越塚まみです。よろしくお願いします。ここで再度ご案内がございます。また東京タワーに行きたいなや大展望台に登ってみたいな、いつも東京タワーにお越しいただいている皆様に嬉しいお知らせがございます。東京タワーの年間パスポートが発売されています。その名もタワーパス。1年間の有効期限で東京タワーの大展望台、ここ150メートルに何度でもお登りいただけます。そして平日のみではありますが、なんとさらに上の250メートルにある特別展望台にも何度でも登ることが可能となっています。こちらですね、1人8000円となっています。本日分のチケット払い戻しサービスもございますので、ぜひタワーパスを持っているお客様にはいろいろな特典もございますので、ぜひお買い求めいただください。この後1階のウェルカムラウンジにてお申し込みいただければと思います。詳しくは東京タワーの公式ホームページをチェックしてください。それではこの後は毎月第4日曜日担当の歌手の竹本孝之さんによるライブインタワーをお送りします。ゲストはけん玉千葉ちゃんです。ではよろしくお願いします。竹本孝之ライブインタワー。さあ、皆様ようこそお越しくださいました。ご来場いただき誠にありがとうございます。最初から噛んどる、竹本孝之ライブインタワーでございます。本日、2月の23日でございますね。東京タワー、展望台特設、クラブ333よりお届けする1時間のプログラムでございます。皆様、ありがとうございます。なんかね、今日は東京では、東京マラソンがね、やって、結局何万人走ったの？誰か情報を持ってる人いない？誰もいない。いっぱい走りました。36000人。ありがとうありがとう。3万6000人ね、もうすごいです。もう東京とかはね、今日朝からもうなんかこう交通のなんかこう通行止めとかね、まあいろいろね、そのいろんな方が3万6000人とはいえども、それプラスボランティアの方がねたくさんいらっしゃって、ね、東京が1日マラソンで盛り上がったという日でございました。というわけですね、東京タワー TV、竹本孝之ライブインタワー、始まりましたけれども、今日はね。ちょっとね、私の番組は基本的にライブということにこだわって進めてるわけでございますけれども、同じライブでも、生ということにこだわって、やっております。で、今日お招きするゲストがけん玉の名人、まあ、というわけで、早速お呼びしたいと思います。千葉ちゃんいいかな。けん玉千葉ちゃんです。どうぞ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。どうぞ、おかけください。いやいや、東京マラソンで、いやいや、大変だったね。大変でしたね。もう、通行止めになってて、でも今日はいい天気だったから良かったんじゃないですか。ね、良かったよね。これ先週だったら偉いことやね。そうですよ、大雪の後かなんかの時ありましたからね。大変だよ、もう。大変ですよ、もう。ボランティアの方もね、ありがとうございましたね。で、今日千葉ちゃんは一体何をやってたの？今日ですか？今日はけん玉です。けん玉やってたの？もうそうですよ、いい天気なんでね。ね、けん玉やってました。いい天気なんだけん玉、はい、そうです。いや、どこ行ってもね、知ってます皆様、はい、今ね、世界中でこうけん玉が今ブームね。ありがたいことです。なんかすごい、そのアメリカとかで、なんかガムホルダーみたいな、けん玉ホルダーつけて、そこへくっつけて、なんかファッションですね。そう、はい。あれ、なんつんだっけ、ストリートけん玉。ストリートけん玉、はい、ストリートけん玉って一体なんじゃというふうに思いますけどね。もうあれはね、小さい頃外でやってたよって話なんですけどね。そうなんかすごい、なんかそういうのが、はい、ムーブメントとして起こっているというところで、今日千葉さんに来てもらったわけです、はい、ありがとうございます。まあ、けん玉ってさ、はい、もともとはどこのもんなの？いや、この形はもう日本のもので、大正時代に生まれたものなんですけど、もともとね、文献のルーツをたどると、どうやらヨーロッパ、ヨーロッパ、はい、で16世紀にフランスで
だからシャンパングラスに毛糸で編んだ玉をつけて、まあ、ただこれをグラスの中に入れたっていうのが遊びの始まりだって、はい、言われていますね。ヨーロッパなんだ。そうですね、向こうの方でも、はい、カップアンドボールとか、なるほど、ビルボッケってフランス語で言うんですけども、そういう遊びが今でも、はい、残っておりますね。でもやっぱこの形だからこそできる技もたくさんあるんで、ああなるほど、はい、それでやっぱり今世界で流行ってるっていう。なるほど、今すごいもん ね、 本当ですね。皆さん知ってます、この、このけん玉のさ、あのこの辺とかキラキラ光ってさ、はい、こう LED かなんかでこうカシャカシャって音出たりなんかする、音出たりありますね。もうすごいよね、はい、なんかあの変身するんじゃないかと思ってけん玉がなんかそういう風な感じの、G剣っていうね、すごいよね。そうですよ、キラキラ光ってやるのは今ヒーロー戦隊もやってますからね、え、はい、びっくりだよね。特急ジャーっていうのが、特急ジャーけん玉はい、そうです、けん玉ね、4号が今やってますから、まあ、すごい、すごい。そうなんですよ。あ、まあでも一応、はい、あの我々の頃なんか、はい、千葉ちゃんと俺いくつ違うんだっけ、はい、いくつですか、俺65年だから、65年、私が50年です。ああ65年です。あ、で、ちょっと違います、私75年です。とうか、はい、けん玉というとね、私色の時代ではね、はい、ヤッターマンの時代ですかね。あ、ヤッターマンですね、けん玉マジックの時代です。けん玉マジックがックそうです、あのアニメでね、伸びりゃいいなと思ってたんですけど、はい、なかなか伸びなかったそうですね、糸がね、ちょっとでもあれ武器になっちゃうんで危ないんですけどね、真似しちゃダメですよっていう、ぐんぐん振り回しても頭にぶつかって泣いてたんですよ、はい、けん玉マジックですよ、ね、映画化もね、されまして、すごいよね、はい、今ね、いや、あの、ね、そういう意味でこう、ストリートのけん玉、まあ、はい、それだけじゃないんですけどね、また後ほどちょろちょろっとあのお話聞かせてもらいたいなと思いますけれども、はい、これ、あのけん玉もこうちゃんとしたスポーツじゃん。そうです、今スポーツで、今年の10月に、うん、はい、でしょ、で、国体で、段位があるんでしょ。ありますよ、はい、弓と段がありましてね、弓段、書道とかでもそうだけど、そうです、剣玉道っていうようなことで今商標を得まして、ああ、はい、文科省のね、青少年スポーツ局の一つの団体として今、剣玉道、剣玉道です、まあ、いやだからあの空手道とか、そうですね、あ、そういうのと同じ、そういったのと同じ段位で今、はあ、で、はい、一番低い段位は何、10級です。あ、10級なんだよ、10級からあって、で、はい、あのそれにごとにこう玉の色が違うとかそういうのがない、それはないです、ないないない、今、はい、いろんな色はあるんですけども、あ、なるほど、はい、乗せた部分でこう10球ということで進んでいくんですけどもね、すげーな、まあ、それをあのこと細かく審査されている、はい、あ、そうなんです、そういうの球団審査員っていうのがあるんですけどもね、そうそう、はい、今そちらの方の役員もやってまして、でしょ、はい、まあ、というわけでね、今日はね、ちょっと若干ハードル上げつつでここで、はい、実際にこうけん玉をやっていただこうかな、はい、私がですか、もちろんだからなんで俺がやるの、一緒にやっていただこうかなと、ね、いやいやいや、とりあえずやっぱり、模範演技という、はい、あ、模範演技、模範演技やってもらわないと、じゃあ1球までの技は少しずつ、はいはいはい、やっていきたいと思います。では、はい、準備の方よろしくお願いします。そうです、いや今ね、本当にあのけん玉ってすごいんですよ、いろんな意味で、まあほら、結局けん玉って手先だけのもんじゃなくて、体全体を使わないと、玉がね、あんま乗らないとか、膝を柔らかくとか、そういった意味で、まあ、お年寄りでもね、できる、まあ、逆に言うと高齢者の方が知ってるんじゃねえかっていう風な感じがしますけど、早速、千葉ちゃんの、デモンストレーション、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど言いましたけどね、このお皿に乗せるってところから始めます。膝を使ってですね、引き上げて玉を乗せる、ね、ここが乗せますと大皿でございます。真ん中に乗せると中皿という技になりましてね、これ連続しますと、これはもしかめという技になります。もしもしかめよ、かめさんよ、前打ち、前で1回打ちます。カスタネットみたいなね、楽器になります。タップダンスみたいなリズムになって、はい、決まりました。ありがとうございます。はい、で、剣に入りますとね、これが6球の技、止め剣と言います。まっすぐ引き上げて5球に入る技ですね。で、5球は今度は飛行機、玉を持って剣に入れるという技でございます。はい、ありがとうございます。で、4球は振り剣、玉を1回転してキャッチをしますね。玉が1回転して入ってもいいです。おー、はい、で、外回り、内回りで八の字で入ってもいいですね。まっすぐ入りました。で、ありがとうございます。で、このようにして入ってますと、このところにも入っちゃう。わかりました？わかりますか？皆さんね、あやや受け、はい、はい、ね、小指にも入りました。で、3球はね、日本一周と言います。小皿、大皿で剣に入りますね。こんなふうにして入れていきます。あと2つばかり、 2球が世界一周。今度は全部のお皿を乗せまして剣に入ります。
はい、ありがとうございます。いや、いよいよ最後はね、灯台という技ですね。こちら東京タワーでございますからね、今日はこのタワーを作りましょう。はい、止まりました。ありがとうございます。これが乗せます一級の技でございます。はい、こんなような技があります。なるほど、なるほど。え、そこまでが一級。これが一級です。チョロちゃんが考えてる今一番難しい技って何ですか。一番難しい技ですか。一番難しい技って何ですか。何ですかね、何ですかね。はい、あのこうバランス取る技が難しいですね。はいはいはい。ウグイスとかいう技なんですね。ウグイス、おー、止めるという技なんですけどね、ちょっと見た目は地味なんですが、こういうのはすごく難しいですね、技の中では。はい、何気にサクッと穴に、いや、その剣に刺すんですね。そうですね、ね、はい、なかなか刺さらないよ。弾の動きを見てましてね、はいはいはい、でこれは吊るし技というんですけど、これを1回転させてこのタワーに行ってしまいました。おー、あー、まあ、これがいいんじゃないですかね。東京タワーも、はい、くるっと回って1回転です。おー、はい、1回転して戻って、あー、戻った。もう一度行きましょう。はい、はい、おー、あ、中段に移りますね。おー、なんでできんの、なんでできんの。早技です。はいはいはい、はい、種も仕掛けもないんですけど、はい、ねえ、まあ、せっかくなんでね、今日はね、あの会場にあの来てる皆さんにもちょっとチャレンジしてもらおうかなと。あ、会場の皆さんですか。会場の皆さんにもチャレンジしてもらおうかなと。いいですよ、ぜひ。はい、ええ、いかがでしょうか、ええ、さあやろうか、やろうか。やっぱりこれはやっぱ若い子は頑張ってみようか。はいね、はいはいはい、いや、はい、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、は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 い、いらっしゃい、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、は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 い、上がって、上がって、上がって、はい、上がって、上がって、いいかい、もうこういうところで炎上しちゃうか、はい、はい、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、はい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 、どうぞ、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、上がってください、上がってください、はい、上がって、そうそう、けん玉ちょっとやってみてね。けん玉とか学校でやったことない？ない、やんない、はい、やったことない？このサイズがいいと思いますよ。はい、これね、これは競技用のけん玉ですので、はい、じゃあやってみまる。全く素人。いきなり、いきなり。全く素人。全く素人。けん玉触ったことある？でも持ち方合ってる、バッチリ。そう、膝使って。あ、そう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 。ここに乗せると10球だからね。よっ。よしよしよし。もう一回行きましょう。さあ、膝で。ああ、さあ軽く持ってね。せーの。あ、惜しいな。よし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 。でもね、いいですよね。おお、またまた。おお。お、何をチャレンジしようとしてるの。もう次の技いきましたからね。何をチャレンジしようとしてるの。素晴らしい。次どこ行く。今10球合格。小さく行きますか。この真ん中でもいいですよ。こっち行きますか。8球にチャレンジ。お、そう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 。おお、いった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 、合格。あ、この小さい方もね。進むね、進むね。いや、もうね、だんだんこうできるってね、やる気になってくるんですよね、最初はね。そうそう、これはほら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 、うまいじゃん。これはやっぱりね、ほらほら、ほら調子出てきた、ほら調子出てきた、かわいいぞ。まあ、おじいちゃんおばあちゃんやっぱりね、けん玉買ってやらないかんね。あ、やっぱりね、ねえ、もう早速ね、そう、あの帰りしなに買ってってもらって。そうですよ。でもこれってこう、こう全身使うしバランス感覚すごいね、はい、ね、そうですね、本当にもう膝使って、はい、バランス感覚なんで、もうそうなんだよね、あの膝の上げ下げだけするだけ、膝を使うっていうのが難しいんだよね、はい、膝で入れるね、膝使ってこうリフティングしてキャッチしてるんです。なんやねんそれ。そう、でこう球の周りをこう一回転して回し合うとかね。おね、いろんな技あります。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。じゃあ8級合格、なかなかないです、ね、後ほど認定証をお渡しします。ね、すごい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 、はい、じゃあ、せっかくですから、え、そうです、高行さんやらないとね。お、俺もやるんすか。どうですか、皆さん。あ、ほら、この拍手は。いや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 、え、まあ、いやー、まあ、昔はね、あら、そのほら、昔、大昔ですよ。だからもう、小学生ぐらいの時は、やっぱり我々は、はい、あ、けん玉をやった世代で。世代ですよ。そうですよね。あなた、昭和の人間ですから。あなたね、私ね。一緒でございますよ。はい。さすが左手じゃできないんで、ね。あ、右手でね、マイクを持ち帰っていただいて、はい。マイク持ちながらやるって、持ち方これでいいですか。持ち方いいです、はい、いいですよ、はい、膝を使って、はい、膝を使ってシュッと、ほら、一発合格、ね、これ10、19、これ10球ね、19です。で、こっちが次の8球ですね。8球、はい、うーん、難しいな。そう、よいしょ、おー、はい、安定感あります、はい、
次どこ行きますか。これこっちの方が小さいの、はい、こっちの小さいんです。これは小皿が先なんですけどね、これが乗せると99です。あ、今ちょっと、はい、ここが198と言うんですけども、198なんですか。そうですね、これちっちゃいな。はい、乗せときましょうか。おー、決まりました。すごい。いやいやいや、次はね、7級ってのがありましてね、はい、7級、はい、今度剣の先を持ってここに乗せるロウソクって技があるんですよ。ロウソク、はい、あ、バランス悪いね。そうなんです、ね、バランス悪いんですけど、この先を持ってね、はいはいはい、はいはい、で、こう火が灯す、よっ、おらららら、一発、7級でございます。本番に強いです。ないですよ、ぶつけでございます。はい、で、じゃあ今度止め剣いってみましょうか。はいはいはい、6級は今度弾をまっすぐ引き上げて剣に入れるという技ですね。これがさ、はい、昔ね、俺たちちっちゃい頃は、はい、よくあの親父とかに、こう弾くるくる回せって言われたんだよね。あ、そうそうそう、回すとね、この弾の回転の力で、そう遠心力、ぶれないんですよ ね、ぶれない。回ってるのと一緒で、今回ってなかったよね。そうですね、今回すと回し剣って技なんですけども、はい、回さないんだ。糸出てるとこ、この出所を見て、はい、はい、膝を使ってこう引き上げる感じですね。まっすぐ立てます。あ、見え、あ、あ、あ、できた。今は全然、ね、時間ない出来方ですけど、時間ない。今ね、あの、はい、頭を見失った。頭見失った。頭見失ったところ。いやいや、入っちゃった。いやいやいや、やるな。やりますね。もう一丁いきますか。昔取ったしね。6球。次何？次飛行機ですよ。飛行機なの？飛行機。頭を持って、はいはい、はい、今度は剣の方を前に振って。ごキャッチ。これは難しいな。そうそう、お待ちしてみましょうか。ああ、はい、これは これはずっとブランコ。そうです、そうです、ブランコにさせておいて、はい、で、剣の先を見て、この先を見て追いかける感じですね。うわ、それは回らんじゃろう。まっすぐ前の方へ振り出して、そうです、そうです、そうです。ああ、雰囲気はね。なるほど、はい、これじゃないんだ。あ、そうです、その形でいいですよ、両方の手で持って。そうです、そうです、そうです。これやりだと止まらなくなっちゃうんだよ。番組終わっちゃうと困るんで。おっ、あ、惜しい。次の技ですんでね、今度はじゃあその技を練習していただくと、ああ、いいと思います、ね、次頑張る。はい、いや、でも今日止め剣がね入りましたんでね、見事6級合格です。おめでとうございます。いや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 、びっくりするね。すごいですね。もうすごいね、サクサク一発でね。でもこれ、はい、いわゆるこのサイズが、はい、今のその協会、そうですね、日本剣玉協会ってところがありまして、日本剣玉協会の認定サイズ、はい、この認定の剣玉です。はい、結構思ったよりちっちゃい感じがするんだけど、多分それは俺がでかくなったからかな。そうかもしれない。そうだと思います。もう40年あの協会あるんですけども、あのこのサイズは変わってないんですね。あ、はい、そうなんですか。はい、俺が8歳の頃から許可あるのね。そうです、そうです。じゃあやってた頃から許可あるのね。あるそうか、大きくなった。大きくなったんだね、はい、手がね。いや、はい、もっとなんか重たくて、もうちょっとしっかりしてる感じがしたんですけど、ね、はい、でもこう持ちやすさとかね、なんとなく手にはまるので。え、で、今のそのこう教会の剣玉っていくらぐらいするんですか。今ですか。今1600、はい、あ、そんなもんなんですか。そうですね、1680円ですかね、税込みで。だってそんなもんです。はい、まあ、どうせだったらちゃんとした剣玉、ね、そうですね。今もう海外の剣玉いっぱい出てるんですけど、やっぱりあの、うん、うちのといいますか、協会の剣玉が一番やりやすいですね。バランスも取れてましてね。面白い、はい、剣玉って面白いんだな。これで、あの、くるくる回したりするような、はい、そうですね、先ほどやった、はい、くるくるやった技とか。で、それでその技の成功で、はい、9とか段が決まっていくと。そう、そうですね、決められた技がありましてね、その基準の技ができると合格になっていきます。千葉ちゃんは何年ぐらいやってるの。私はですね、今年で27年目になりました。剣玉歴27年。小学校6年生の時から始めまして。はぁ、はい、それなんかきっかけがあったんですか。きっかけはですね、僕の大田区の小学校なんですけども、うんうん、あのその小学校でお正月集会っていうのがあったんですね、うん、はいはいはい。で、その餅つきとか羽つきの中に剣玉コーナーがあって、はい、たまたま僕のその6年生の時、担任の先生が剣玉のコーナーの担当で、はい、で、みんなにやらせたら結構できんですよね、児童館とか学童行ってる子たちは。で、私は全くできなくて、もう千葉下手だなって言われたのは悔しくて、それから始めました。はい、あ、そういうことか。そうですね、たまたま行った地元のその中学校にまた民芸クラブってクラブがありまして、だから部活です、ほとんど部活で3年間剣玉をやってきたっていう。それは指導してる方は、はい、まあ、初段の先生が いたんですけども。あ、なるほど、はい、初段日体大の出身のね、体育の先生で、はいはいはい、で、剣玉っていうのが、ね、すごいですけど。
山下さんすごいね、はい、すごいです、当時はそれで剣玉に引き込まれて引き込まれてずっと競技の世界でやってきました。はあ、はい、中学校2年生の時から全日本選手権出て。全日本選手権がある？はい、あるんです。全日本ユースって大会があるんですけども、うん、もうそれに、それは一体何を競うの？そう決められた10種類の技が、まあ、10だったり20だったり大会によってあるんですけど、はあ、それを、はあ、まあ、3回ずつとか5回ずつやって、はい、できた成功の数でこう、まあ、ランキング成功の数のランキングで順位がついていく。あ、なるほどね、はい、でも それ、まあ、全員違うね、はい、とか何人かがこうパーフェクトでクリアしたとする。そうです、そうです。そうなるとその順位ってのはどう決まるの？あ、そうするともう本当サドンデスで失敗するまでずっとやるっていう。でそれがもうそれでも20分やって決まらないとタイム競技って言いまして、今度は別な技を10種類の技をどっちが先に早く決められるか。はい、はい、そういう競技になります。あ、そういう競技なんですか？そうなんです。それってのは、まあ、だからなかなかね、はい、その剣玉で競技をしてるっていうことはなかなかこう思い当たらない方もたくさんいると思うんですけども、そういうのでやってるのね。やってるんですね、今も。はい、この1月もありましてね。あ、1月あったんですか？はい、マスターズって大会と、はい、チャンピオンシップ、チームチャンピオンシップって大会で。今日本で剣玉人口出てるぐらいですか？どのくらいですかね。協会に入ってる、協会に入ってる、うん、本当に、登録されてる方は今1600人ぐらいですね。その、まあ、有段者といいますか、指導者含めて。でももっと実際にはやってる方が全国、まあ、世界にいるので。はぁ、はい、なるほどね。もうやっぱり10万人とか100万人とか大きく言ってますけれども、うん、はい、そのくらいはもう十分いるのかな。でも、まあ、あと小学校の教材に入ってるんですよね、生活科という授業の中の。あ、そうだと。はい、なかったなかった。そう、平成4年からできた。平成4年からだってなってない。残念な、まあ、なってないか。そう、ね、ですからもう今の全国の小学生はやるんです、この剣玉を。はぁ、はい、その授業の中でやることになりますので。でほら、よくね、剣玉って聞くと、ほら、もしかめてさっきやってた。そうですね、こうリズムを合わせて、はい。そう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 。あれってのは、まあ、変な話、もうすごい上手い人も永遠続くわけですか？続きますね。このもしかめの大会ってのもありましてね、毎年11月にあるんですけども。もしかめの大会、はい、今年の、あ、今年、去年ですね、優勝者8時間続けて。はい。8時間が一応限度ということでストップにしてるんですけども、もうそこでまあゴール。8時間やりっぱなし？8時間やりっぱなしです。トイレとか？トイレだけはダメですね。で給水とか、もう疲れたらすいませんって言ってこう続けてればいいんで、こう座ってもいいし、全然寝転がっても全然僕なんか全然大丈夫なんですけど、まあ、こんなことしませんけどね普通は、はい、逆に疲れちゃうんで。でも喋っててもいいんで、とにかくなんかこう審判の人にもうマイクも立ち上がれないですねはい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 、はい、今みたいに止まるともうダメです。あ、はい、今のはアウトなんですか？はい、今のはもうアウトになりますね。はぁ、い、ー、はい、ですので、まあ、全然こう動いててもいいんですけど、とにかくこう止めないで続けるってことが、はい、すごいね。大会のルールです。だからトイレだけはちょっといけない。8時間我慢8時間我慢8時間我慢。もうその分全部出ますね。でも汗で、ね、ああそっか、はい。もうだ前の日からもう水は皆さん立って、うんうんうん、出ますね。競技出る水立ってくるんだ。水立ってきますね。はい、すげー、すごいですよ。すごい。そう、小学生4時間です。え、小学生は4時間が4時間がゴールで、今年は4人いて、4人まあそれ全員それは1位ってことですごいすごいすごいね。小学校5年生とか6年生もこう4時間続けて、おう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 、はい。で今この剣玉の普及 にあたって、はいはい、で千葉ちゃんが今取り組んでることに、はい、何かあるんですか？僕はそうです、やっぱり学校教育の方に今教えに行くことが多いですね。学校、はい、学校にその授業に、まあ、ゲストティーチャーという形でお邪魔して、はい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 、行くのと、うん、はい、今教員養成の大学の今非常勤もやってるので、うんうん、その今度の、まあ、教員新しく教員になりたいという人たちに、うん、この剣玉を指導している。今面白くなったよね。そうですね、ダンスを教えたりさ、はい、ダンスだよ。そうなんですよ、学校でダンスも今強化ですから、はい、そうです、そうです。ちょっと俺苦手なんだけどね。ちょっと、ね、これだけでちょっと座ろうか。あ、座りましょうか、はい、ちょっと、詳しいこともね、お聞きしたい部分も若干あって、はい、この剣玉なんですけど、はい、なぜ今私が、ね、千葉ちゃんに声をかけてここに来てもらったかと言いますとですね、はい、今年か、長崎、長崎、あ、ガンバランバ国際、さっきちょっと言いね、言い方ですいません、ガンバランバ国際、そうなんです、長崎ガンバランバ国際、国体の、国体の、これ、
え、なんていうのこういうデモンストレーションデモンストレーション競技ということで極端だから国体の競技としてはい剣玉がそうなんです今年初めて採用されましてそうなんですしかもあれですね、地元そうなんです地元の長崎で地元長崎でははい10月18日あ土曜日です10月18日かちょっと考えよう、まあいいねね、お忙しいんじゃないですかいやだからね、はい、そういう国体の競技にもそうなんです今こう広まりつつある、はい、もう本当にスポーツとしても今取り上げられてますのでね、うん、はいあのストリーミングでストリートけん玉、はい、ストリートけん玉とその競技けん玉ってのは全然何が違うのよ、はい、何が違うやってるのはあれですけどもまあ私、まあ、多分けん玉を通して楽しんでるのがストリートけん玉 で、うんうんうん、でやっぱこまあこれは銅がついてますんでね、うんうん、きっとそのまあ例に始まり例に終わるみたいなところから、はいはいはい、あのまあ精神面とかそういったののまあ、稽古ですよねそちらのスポーツよりがやっぱり今けん玉道としてやってるものかなと思うんですけどもねでもまあある程度の技ができないとあんなそうだよねよくね今テレビでご覧になってる方もいますけど、うん、あのストリート系でもできませんからねすごいもうほんとすごいなんかねあのぐるんぐるん回してそれは本当にすごいなポンポン放って、はいうん、で最後にシャクって決めるのがかっこいいんだよねかっこいいですね、なかなかそういう風なやり方じゃないんで、うん、我々がやってたけん玉っていうのはねもう本当にベーシックな、まあはい、技だよ ね、 技、 そうですね技をいかにしてきっちり決めるか、はい、っていうところだもんね、はい、それがまあずっとけん玉道としてやってきたことですねすごいでも分かりやすいよねあのほら、はい、よくねあの私なんかも空手やってたんですけども、はいその段を取ってくるとやっぱりこうあの何人抜きしなきゃいけないとかそうですね基準がまあまあいわゆる対誰かというと勝負しなきゃいけないとでもけん玉の場合はやっぱり対自分じゃないですかそうですもうその10回中に5回とか6回とか決められた基準があるんでそれをクリアしていって初めて合格になるんですごいよね対自分ですね対自分だよねやっぱりあのほらあのそういう試験とかに弱い人っているじゃないですかいますいますやっぱこう精神的に弱い方そうですねなんか普段だったら全然できるのに、はい、なんかねそういうほらうう初めてとかやると、会場に行くともうプルプルしちゃう感じ本当に震えますよ ね、 ね私も3回初段落ちてますこんな風にやらせていただいてますけどもう最初は全くやっぱ上がりましたね本当に中学3年生だったんですけどやっぱ緊張するんだ緊張しますねそうかまあね確かにあのねはい、子供のうちはこう遊びの延長としてこう捉えるものがあっても、やっぱこう実際それでほら、はい、優劣がつくと、はい、段が取れるこれ一個刺したら段だと思うと最後の一つの技みたいになるともうなかなか気が長いちゃってなるほどそういうこと気持ちの方がもう高ぶっちゃってね、はいでもこの手も素晴らしいですよねはい、じゃあこの後、はい、もうちょっとだけ、見せてもらっていい？はい、いいですよ。はい、もうちょっと。はい、すいません、はい。よろしくお願いします。はい、あ、いいです。ね、ちょっと、まあ、通常のね、そのけん玉道でやってる技と。で、あとは何を見せてくれんかな、千葉ちゃん。なんかある？なんかですか？おもろいやつ。おもろ系おもろ系でもなんでもないやん何がいいですかねこれをこう引き上げてやる引き上げブランコとかもあるんですけどねこうやってバランスを取るっていう技でねほう、はい、でこれあとこれ回しますとこう空中ブランコというストラッシュでくるくる回しといてこれを投げて構えてキャッチ、ね、こんな感じでございますねあとはそうストリートっぽくやるとこうけん玉をこう投げますよ投げて投げてそうでこうキャッチくるねはいはい、これストリート系だよねそうストリート系ストリート系だよね系ってなんてかよくわかんないけどねよくわかんないですけどねヒップホップのこうなんかありような感じがするけどね、はい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 、ずっとやってたもんですよねあとこうツバメ返しとかねくるくる回して3回転はい決まりましたすごいよねでもねよく刺さるよ ね、 ね、 いいねはい全部動き見てますねこう溜まる動きとかはいはあ、常にどこにあるかっていうのを見て入れてます、ね、止まっちゃいましたね、すごいよな全部膝でしょ、はい、でもこれ、はい、ほらよくさ、はい、まあ、私もまあ昭和40年なんですけど、はい、ちっちゃい頃によくやった世代なんですよ。あ、そうですね、でもある時を境にやらなくなってるのよ。あ、
通はそうだと思いますけどね、うん、でもだん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 こうけん玉から離れてた時期が、はい、普通は皆さん、あの僕も仲間いっぱいいたんですけど、みんな離れていきましたね。あのめんことかけん玉がすごい流行った時期があるよ。ありますあります、うん、それがだから今のほら、次の世代ぐらいになっちゃうと、はい、もう何にもいらなくなっちゃったよ。本当ですよ、テレビゲームは、ね、はい、あのインベーダーゲームとかが出てくっちゃうと、もうそっちばっかり行っちゃったよ。やっぱみんなそっち行きますよね。行っちゃったんだね。私行けなかったんですね。それはね、多分俺もそうなんだけどね。そうですか。貧しかったんだね。うちも買ってもらえない口だったんですけどね。未だにダメですね。もうアナログです。アナログな。はい、完全に。まだまだ、はい、未だにこんなことやっておりますけど。いやいやいや、これで、はい、長崎で今度国体。そうですね、頑張ろう国体の。頑張ろう国体。はい、種目で私もあの公式審判として、うん、はい、あの行きますので。10月のいつだっけ？18日ですね。10月の18日。ね、はい、から。いや、あのけん玉の競技はその日ですね。ああ、そうかそうか、そうか、はい、6月から始まってます、うんうんうん、はい、全体の国体としては。そうか、じゃ あの各県代表が来るんだ。そうなんですけどもね、あの国体なんですけど、デモンストレーション競技なので、あ、そうかそうか、はい、あの県の県内のだけの人が、まあ、出られる県玉の長崎のレベルってどうなの？いや、高いんですよ。あ、そうなの？ものすごい、その、小学生のレベルも高くて、うんうんうん、で長崎の県大会やりますと、もう1000人ぐらい来ちゃうんですよ。え、あの選手がもう各地区 その児童館とか学童とかの代表が来て、はい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 、はい、だからカブトガリアリーナって大きな県の体育館なんですけど、はい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 、そこ全部使って、そんなに来るんだ、ですからもう全然、その本当に長崎だけでやっても、長崎県人だけでやっても大会が成り立つと思いますね。日本に初めて入ってきたのって、まあ長崎です。やっぱ長崎なんだ。はい、長崎に、はい、1777年に、覚えやすいんですけど、はい、1776年、江戸時代に中国から伝来したってことが、貴有商覧って昔のね、あの本に載ってまして、うん、そうか、じゃあそれで長崎国体で、そうですね、デモンストレーションをやってみよう、はい、日本伝来の地というのもまあ意味もあって、あ、今回採用になったようです。これね、俺ね、知らなかった。あ、本当ですか。長崎人として恥ずかしいけど、あ、いえいえ、長崎発のスポーツってあるんですよね。けん玉が長崎って知らなかったな。はい、あとバドミントンとボーリングと、ビリヤードかな、はい、4つあるんですよね、けん玉もその1つの中、はい、長崎からあの日本に広まったスポーツだそうです。はい、すみません、あのこれからはそれをプッシュしていきますそうですよ、そうですよ、せっかくね、由来のある、はい、そうか、スポーツですから。いや、そんでね、あの、はい、ちょぶちゃんにこうちょっと無理なお願いをして、はいはい、そっち行きましょうか、うん、こっち行った方がいいですか。いや、あのせっかくね、ちぼ ちゃんがこうやって来てくれて、はい、ありがとうございます。さっきのこう引っ掛けるやつとか、そういう形のやつもそうなんだけど、あのけん玉と歌のコラボっていうのをちょっと考えて、いいですね、はい、で、あのパッカッション風に、はいはい、そうです、そうです、もうパッカッションです、うん、というふうなこと、はい、これからちょっとチャレンジしてみようかな、よろしくお願いします、というふうに思うと思いますけど、はい、ありがとうございます。よろしいですかね、皆さんね、お、ってことやってみていいですかね。嬉しいですね、これね。じゃあちょっと夜も吹けてきて、はい、やろうか。はい、やろうか。はい、わかりましたいけるね。ちょっとね、水も取りながら。よし、じゃあちょっとあの早めのやつね。早めですね。はい。頑張ります。愛の日の幻が今
しながらやめてた真相にも一番はビートに体縛りつけられルージュに誘われたもう止まれないさ無謀に俺のハートに怪しく激しくああお前が滑り込む リズムに合わせて できるんだね。何でもできるんだね。ちょっとなんか隣でやってる。できてたんですかね。ねえ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リズムに合わせておりました。はい。あのマイク使ってもらっていいですか。それで、はい、つばちゃんの今後の、はい、今後の動き。今後の動き、うん、そうですね、まあ、国体はもちろん今メインなんですけども、うんうん、はい、あと、今この普及活動の方でね結構やらせておりまして、うん、で来月あの私のけん玉のレッスン用の DVD が出ます。あ、そうなの。はい、そうなんです。さっき あの学園だったやつ、さっきそうですね、あったやつが持ってきて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 パッケージが、はい、持ってきて、けん玉世界一周というタイトルで、けん玉あの世界、まあ、けん玉の世界一周の技とけん玉で世界一周するぞっていうのをかけましてね。あ、ありがとうございます。すいません、なんか宣伝させていただいて、はい、けん玉世界一周、これがね映るかどうかが微妙だから、ね、そうですね、こんなもんでどうだ、映るか、はい、まだ3月中旬ですね今、はい、ねえ、今パッケージが、これには一体何が入ってるの。これは先ほどやりましたあの大皿から、はいはいはい、あの1級の東大までの技を、東大までの技、そうですね、ちょ初心者の方をあの、まあ、レッスンするような形の VTR で、はいはいはい、はいはい、なっておりましてね、すごいね、後ろ今さりげなく見てたら、はい、大皿でしょ、小皿、中皿、そうなんです、先ほどチャレンジしていただいたね、止め剣、飛行機、はい、振り剣、日本一周、世界一周、東大と、もしかめですね、先ほどやった、もしかめ、つばめ返しって、つばめ返し、つばめ返し、さっきのこの技ですね、空中竹とんぼってなの、空中竹とんぼはこれをくるくるくる回して、これをキャッチ、おお、はい、ああ、ありがとうございます、けん玉、けん玉がこう竹とんぼになっちゃうんですよ、こんな感じでね、くるくる回って、はい。キャッチします。すごい、これはちょっとでもね一回やってみるとね、あの昔なんかなんとなくできたよなんてイメージを持たれてる方も、はい、そうですね、もう改めて見ていただくと、うん、やり方とかが全部わかるように、なかなかなかったんですよね今までね、このハウトゥーものがなかったので、けん玉のハウトゥーものって聞いたことないんですよ。そうなんです、そうなんです、みんなもう独学でなさった方が多いんですけど、ここは一つちょっと頑張ろうかなと思って、すごい、はい、伝承咲かせ人、今伝承咲かせ人という私の名前になっておりまして、はい、で、千葉ちゃんはけん玉だけじゃなくてね、あのグリーンアドバイザーとかも、そうですね、もうそこでも話が俺の方の世界にもちょっと、はい、あの食いついてくるよ、もともとそっちの方がね、はい、そうそう、勉強はもう、はい、あ、そうなの、はい、もうそのグリーンアドバイザーとか今やってる園芸の仕事の方が、はい、まあ、得意と言いますか、そうなんだ、そうですね、行って俺に、ぜひぜひあの勉強させてください、まあ、生産者です、研修に、はい、よろしくお願いします、というのも、はい、で今度出ます、そうですね、来月、はい、来月出ますので、はい、ぜひともね、ぜひともあのお手に取って、これいくらなの、はい、あ、2000円ぐらいだね、そうですね、1980円で、うん、お手頃価格でございます。いや、これだからね、はい、あのお子様がいらっしゃる方は、そうですね、そういった方の、はい、うん、あのほらいいですし、やっぱりこう映像っていうかさ、あの実際に成功してる絵面を見ないと、はい、子供ってなかなかこう頭に入ってかなくて、ね、で自分がそら俺見てる俺がお手本だって全然成功しない可能性があるわけです、はい、あります、あります、なかなかね、そうするとほらあの成功のイメージが頭にできないから、はい、持ち方から全部それは取ってますんでね、あ、はい、あのこと細かに、そうですね、こと細かにね、はい、あのけん玉に、興味が湧いた方、ぜひともね、この機会に、はい、けん玉道に邁進してみてはいかがでございましょう、ぜひチャレンジしていただければと、ね、今日はね、けん玉千葉ちゃんに、はい、お越しいただきました、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、けん玉千葉ちゃんでした、この後もどうぞお楽しみください、はい、ありがとうございます。千
千葉ちゃんやるな。いやあのほらあの昔から、ね、一応けん玉でそういう競技があるということを私はなんとなく知ってたんですよ。なんとなく あっさりとは知ってたんですけども、実際にこう目の当たりにすると、うん、どうやってるんだろうなっていうのがね。だってまあ、 子供の頃からそうだったんですけど、まあ、皿に乗っけるはねなんとなくはできるんだけど、こう剣に刺すっていうのがやっぱすごい難しいんですよ。そうか、裏を見るんじゃなくて頭見てるのか。なるほどね、一つ勉強になりました。やっぱりやってみないと分かんないもんだねこういうのはね。ちょっと話は変わりますが、日に日にこう日が伸びてきて、先月の第4週目にやった時にはですね、もうこの時間になるとかなりの勢いでもう暗くてレインボーブリッジが綺麗に見えていたんですけれども、もう今日、同じような時刻になってもなんとなく空が薄ぼんやりして、なんか まだちょっと明るいかなぐらいな感じで、やっておりますけれども、まあ一日一日ね、どんどんやっぱりなんだかんだ言いながら日が伸びてるんだなと、いうわけでございます。すいませんね、旗振ってありがとうねお姉さんね、はい、お疲れ様でございます。というわけでね、今週、今月の1曲というコーナーに入ってき、たわけでございますけれども、今の時期、2月のこの後半、まあ、もちろんね、先週と先々週っていうふうにすごい雪が降って、まあえらいね、災害に遭った、方、まあね、今回本当に豪雪でした。関東とかその、山梨ながらもそうなんですけども、まあ、通常じゃ、ね、ありえないぐらいの、雪が降って、もうこれはもう災害といっても過言ではないぐらいのことが起こってしまいました。でもまあ、それにこう一番今きっちりその対応して、平成でいなければいけない人たち、まあ、都内だと多分都立の入試が間もなくかなだと思いますね。雪とかいろんなこの物語、いろんな事柄にこう気持ちをより動かされながらも、必死でね前に進もうとしている子どもたちがいて、でまあ受験という、壁にぶち当たるわけでございますけども、その、子たちを人とね、ちょっと応援してあげたいなというふうに思って、この曲を選びました。お聴きください。体の痛みは朝になると消えるものさ、消えない心の痛み時々うずくけど、自分にだけは嘘をつかずに生きていたい。少しずつ近れても見失うことのないその場所へと、そう俺は今も世間知らずと言われてるかもしれない。もうだけど今は信じていたい。明日の空は青いと、砂ぼこり上げて風が舞い上がる、
この街の幻はいつも俺を迷わすけど、街をひとつかみ勇気と抱き合わせ、熱いハートがどうにも俺の手に負えないのさ。少しずつ近づいてる、何度も歌うでても見失うことのないその場所へと、もう何もかもが思い通りにいかない時もあるけど、もう俺はいつも信じていたい。明日の空は青いと、誰でも見失うことのないその場所へと、もう俺は今も世間知らずと言われてるかもしれない、もうだけど今は信じて明日の空は青いと、何もかもが思い通りにいかない時もあるけど、もう俺はいつも信じていたい。明日の空は青いと。できた竹山隆ライブインタワーでございます。2月の第4週、が間もなくね、始まって、もう2月があっという間に終わろうとしております。まあ、2月はね28日しかないから、まあ、あっという間に終わるのはしょうがない。うん、でもやっぱりこうその、まあ、先週先々週の雪、関東地方ね、を襲った雪っていうのは、まあ、これはでもしょうがない。うちのハウスも、4本潰れました。もうこれはもうしょうがないです。で、人的被害がなかったから、まあ、うちはラッキーだなと思います。だって雪でねすごくこう苦しんで孤立した方もいるし、いろんなこの人の事情があって、苦しんだ方たくさんいたと思います。でも、まあ、それも自然なんだと思います。だって降らないっていうことはまずない。だって分からないわけですよ、お天道様のことは。どんだけやっぱり予想しててもね、あの来ますよ降りますよって言ったって、あの量が降るとはとても思えなかった。前回、まあ、前回の雪はね、なんとかね、雪下ろし、まあ、徹夜でやってなんとかハウスの倒壊まではなんとか、ま、あの免れたんですけれども、まああかんかった今度はね。だから
まあ、農家がね、農家だけじゃないと思うんです。いろんなところでいろんなトラブルを起こしてるうち、まあ、車でね、いろいろ走ってると思います。まあ、カーポートのさ、あの片屋根のとかがベキッと折れて、あの車のところになんかちょんまげみたいに刺さったとか、なんかそういうのも、そういう方もいました。すごい近いところでね、いて、まあ、からそれもやっぱり二次災害、雪による。だからといって雪のことを恨むわけじゃないんですよ。だから、まあ、準備がって、やっぱ災害が起こった後に皆さん言うじゃないですか。でもそんな準備はできねえ。やっぱり東京にラッセル車はいらないわけじゃないですか、通常考えると。だからそれが今後どういう風に変わっていくかわからないけれども、あったらあったで、あ、なんでこんな無駄なものを置いていくんだっていう人もいるし、必要だから置いてけっていう人もいるし、まあ、あの意見っていうのは必ずしも一つじゃない。で、先ほどね、こう歌の前に、お話しさせてもらいましたけども、今、受験等々ね、まあ、大学のね、センター試験は終わったんですけれども、やっぱ二次とか、まあ、高校でもね、もう私学、まあ、公立、いろんな意味で、これから、本番を迎える、人たちがいると思います。で、来年この時期にぶつかる人も絶対いると思います。よくあるのは、私たちってどうしてもさ、自分の過去と比べたりするんですよ。横の比較、だから自分にとっての縦の比較と、その子供にとっての横の比較っていうのをよくしがちなんです。だって同じクラスの中で、あんた何番だってよく言うじゃないですか。それってのはやっぱりクラスの中での横の比較。いや、まあそんなのは別にどうだっていい。だって平均値なんて分かるもんじゃない、人間なんだから。じゃあね、自分自身でその人生を歩んでいこうと、してる人たち、子供たちに対しても、あ、その人の人生はちゃんと認めてあげるべきだというふうに私は思いましたね。まあ、自分にとってのその過去の自分と、その自分が接してるその昔の自分と同じ年代の、子供たちはもう別の人生を歩んで、いろんなものがちゃんと、ね、豊かにあって、そういうふうな人生を選んでる人だから、自分のケツは自分で持てと、責任を取れるんだったらそれでいいんじゃないかっていうふうに思いました。もちろんね、そのほら高校とかね、私立にお金かかるのはそれは、まあ、親が大変なんですけども、まあ、その分若干頑張ってほしいっていうのはあったりもするんだけど、やっぱりこう若い子たちっていうふうにやっぱり言う考え方は、私はもう、今後やるつもりはないし、今までもしたことないし、やっぱり子供たちの中でもやっぱあるんですよ。やっぱりね、中学校に上がったら小学校見て、今時の若いものはねってやっぱ言うんです。これだから、それはそれでまあ置いといて、だからそういうふうに自分とは比べちゃいけない、違う人生を歩んでる人間だから、このね、人生の岐路にわたって今戦うを、挑んでいる、人たちのことはもう精一杯応援したいなと、いうふうに思います。なかなかね、オリンピックもゆっくり見られなかったわけでございますけれども、まあ、期待を持たせすぎるのも良くないし、でも期待が全くないのも良くないし、さじ加減って難しいよね。やっぱりこう飴と鞭じゃないですけど、やっぱりいろんな意味でのさじ加減を大切にして、これからも過ごしていきたいなというふうに思った次第でございます。竹本孝明、ライブインタワークラブ333よりお送りしました。来月ですけれども、3月、ゲストに、山梨大使慎太郎くんをね、お呼びして、ちょっとねやろうかなというふうに思っておりますね。まあ、歌ってもらいましょうというわけでございまして、まあ、そういう形で、進めていきたいなと。まあ、私の方の、ライブ等々の、情報に関しては、竹本孝之で検索してもらえばホームページございます。Facebook 等々でもね、オフィスともろうっていうのがございますので、そちらの方でご確認ください。それでは、また来月第4週の日曜日、こちらでお会いしましょう。本日は誠にありがとうございました。作ってありますので、その名前を書いていただきますね。